神奈川県みんなでビューティービーエンターテインメント広報カナフル TV のお時間です。今日もくまちゃんとうつと一緒にお送りします。よろしくお願いします。2週連続でございます。さあルイルイ、今週の特集は何ですか？はいはい、さあ今週はですね、アジサイが見頃を迎えた箱根にフォーカスしますよ。いいじゃないですか。箱根どの季節もいいよね。いいですよね、まあ、でもね、箱根ってもう人気の観光地じゃないですか、うん、もう何回も行ってますよっていう人も多いと思うんですよ、うん、はい、そこで今日はですね、行けば行くほど楽しい、いわゆるスルメスポットをご紹介します。ましたよ、噛めば噛むほどみたいなね、行けば行くほどウッズスポットね、そこにね、噛めば噛むほどって噛むっていうかね、味出てますかね、噛んだ時にリピーターにも満足していただける情報を探してまいりました。では早速ご覧ください、どうぞ。さあ今日はですね、箱根にやってきました。いやー、いい天気ですね。晴れましたよ、梅雨なのに。毎度おなじみの箱根なんですけど、今日はリピーターの方でも満足できるスポットを私調査してまいります。では行ってきます。さあ箱根の仙石原にある箱根湿生花園にやってまいりました。梅雨の時期だからといって引きこもりがちなそこのあなた、ここでは梅雨だからこそ見られるお花がたくさんあるそうなので、早速行ってきたいと思います。箱根湿生花園は湿地に生育している植物を集めた日本でただ一つの育成植物園。日本各地の湿地帯や高山に生息する植物から珍しい外国の野草まで、およそ1700種類の植物が四季折々に花を咲かせています。今日はよろしくお願いします。ここ箱根湿生花園はこの梅雨の時期がベストシーズンだとお聞きしたんですが、これはもうすべて今の時期咲いてるお花たちですか？そうですね、はい、そうです。湿気、この辺が一番この湿生花園の活気のある時期ということになります。そうなんですね、はい、ちょっと湿度が高いとこうムシムシして気持ちもどんよりしちゃうんですけど。そうですね、お花もこの時期好きなんですね。あ、そういうことなんですね、はいはい、ということで園長おすすめスポットにご案内、うん、あ、この辺りもすごい緑がいっぱいですね。そして、はい、どうぞ。わー、すごい素敵な景色ですね、はい、もうなんか目が良くなりそうです、はい、でこの景色も、はい、いいんですけれども、うんうん、ちょっと一つおすすめはこちらの小松草、どうぞ。いた、これが小松草ですか？そうですね。かわいい、すごい小ぶりなんですね。そうですね、この形がですね、馬の頭に似てるから小松草という名前になります。あ、そういう、はい、かわいい、なんかすごいペットみたいですね。小松草が咲いてる自生の場所っていうのは山の上の方で、うん、実際にこういう場所なんですよ。あ、そうなんですね、うん、山に登らなくても。そうなんですよ、ここに来れば。そうなんです。あ、もしかしてこのお花、さっきおっしゃってた日光キスゲ？そうです。すごい素敵に咲いてますね、はい、こういう緑の中で黄色の花がすごく特徴的で目立ちますよね、うん、すごい映えますね、はい、1日で花が終わってしまうんで。え、あんなに綺麗に咲いてるのに1日で散っちゃうんですか？そうなんですよ、1日で終わってしまうので、はい、デイリリーと呼ばれてるんですね。デイリリー、はい、わあ、おしゃれな名前ですね、はい。すっかりお花畑に夢中のくまいちゃんですが、湿生花園の目玉はお花だけじゃないんですよ。またちょっとこちらのエリアは全然雰囲気違ってビニールハウスがありますけど、はい、ここは何があるんですか？ここは私どもがイチゴを栽培しているビニールハウスになります。イチゴ、はい、今ちょうど季節じゃないですよね。そうですね、私どもで栽培しているイチゴは一年中取れる品種なんですね、はい、一年中、はい、いちごが食べられるんですか？そうなんですよ。いちごと聞いて少し不安そうな表情のくまいちゃん、どうした？実は私いちご得意じゃないんですよ。大丈夫かな？いやいや、いちご嫌いな人いたの？いやーちょっと食べれるようになりたかったんですけどね。かわいげがない。わー、すごい、これいちごですか？そうです。一粒一粒が立派に育ってますね。はい、そうですね。これは箱根リリカという、名前の品種になります。箱根リリカ、はい、箱根リリカは
箱根で唯一無二の特産品いちご、夜の気温が低い箱根だからこそ栽培できる、一年中食べられるスペシャルないちごなんです。くまちゃん、食べないともったいないよ、うん、じゃあ、どうですか、食べてみますか。え、いいんですか、はい、そんな貴重ないちごを、はい、とか言って顔に少し出ちゃってますけど、くまちゃんの運命やいかに。おお、ありがとうございます。すごい、見てください、立派なイチゴですよ。早速いただきます。どうぞ。おいしい、うん、甘いですね。いや、私箱根リリカなら食べられます。食べられますか。ちょっとここだけの話、実はイチゴがそんな得意じゃなかったんですよ。そういう反応になりますよね、はい、うん、いやー、いちご克服です。無事いちごを克服したくまいちゃん、そんな市販されていない幻の箱根リリカを唯一食べられるのが園内にある森のカフェ箱根。箱根リリカをふんだんに使ったメニューが大人気。はい、わあ、ありがとうございます。え、見てください、めちゃくちゃ可愛い。いちごサンドって聞いてたんで、いちごが挟まってるのかなって思ったら、まさかの上に乗ってるパターンのいちごサンドでしたね。そうですね、いちごがとっても大きくてすごく可愛いいちごなので、上に乗せるようにガブッと、あ、もう手で持って大きいお口で、はい、食べていただいて、大きなお口で。重たいですよ、結構ボリュームありますね。これはこれ大丈夫かな、顎外れないですかね、大丈夫ですか。あ、うん、おいしい、うわ、幸せ。ほんと生クリームが甘すぎないから、こういい感じのいちごの甘さをこう引き立ててくれるというか。そうですね、あの生クリームにマスカルポーネチーズとメープルシロップを混ぜて作ってるんですよ。うん、でも一つ言うなら、ちょっと顎の体操してから食べた方がいいかもしれないですね。それくらいもボリューム満点、美味しいです。うん、めちゃくちゃ美味しそう、はい、美味しそうなのに、うん、不安そうなの、こまいちゃんだけ。でもテレビだからとかじゃなくて、うん、本当に美味しかったんですよ、うん、箱根リリカは。いや、美味しいよ、一年中食べられるってすごいね、うん、ですよね、うん、一応あの箱根リリカはあの、うん、園内の中にある売店で購入することができるんですけど、うん、そうなんですね、うん、結構人気で午前中で売り切れてしまうみたいなんで、あのカフェでぜひいちごサンド食べていただきたいなと思います。ですね、ですね、うん、今の時期ね、アジサイっていうイメージがあるけど、うん、いろんなお花が咲いてるんだね。そうですね、時期によっても、うん、いろんなお花が見れるので、おすすめです、はい、やっぱ箱根といったらアジサイの名所は何だと思いますか。箱根登山鉄道ですよね、なんですけど王道からちょっと外れて、うん、ライトさんの半分がリピーターの方っていう、おすごい素敵な場所に行ってきました。ご覧ください。続いては箱根ガラスの森美術館にやってまいりました。もうね、皆さんご存知の場所だと思うんですけど、箱根ガラスの森美術館でしか見ることのできないアジサイがあるということで、そちらをチェックしてまいりたいと思います。行ってきます。もう入り口からおしゃれですよ。え、うわ、見てください、うわ、すっごい綺麗、めっちゃくちゃ輝いてますね。すごい、海外に来たみたい。仙石原にある箱根ガラスの森美術館は日本初のベネチアングラス専門の美術館。なんと来館者の半分がリピーターという人気の秘密は、まるで本物のベネチアに旅した気分に浸れる仕掛けがいっぱいあるからなんです。
でも一体ベネチアングラスって何でしょう。ベネチアングラスってどういったものなんですか。はい、ベネチアングラスはですね、イタリアのベネチアで作られたガラス工芸品の総称をベネチアングラスというふうに呼びます。すごい。はい、こちらは今から500年ほど前、イタリアのルネサンス期頃の作られた作品なんですが、天才家紋二月ゴブレットと呼ばれている作品です。こんなに近くで見ることができるんですね。反対側、光かざしてご覧いただくことできますか。こっちからですか。はい。あ、色の受ける印象が全く変わると思います。実はですね、こちらの作品とても重厚そうに見えるんですが、はい、反対側の模様が透けて見えるぐらい薄いガラスでできているんです。そうなんですね。はい、この500年ほど前にこれだけ薄く透けるということは、このベネチアングラスの技術の高さを示しているんです。こちらはかつて王侯貴族たちが所有していたという超貴重なゴブレットだったんです。この美術館もですね、中世ヨーロッパの貴族の館をイメージして作られておりますので、この作品を所有していた貴族になった気分でこの作品を鑑賞してくださいと、そのようなコンセプトでこちらは作品を展示しております。そうなんですね。確かになんかちょっと背筋がピンとなるようなちょっとおしとやかにしなきゃなみたいなそんな箱根ガラスの森美術館ですが、特別展ではなんとあのお方の作品が展示されております。真っ赤な帽子ですねの作品なんですが、実はこの作品パブロ・ピカソがデザインした作品なんです。ピカソが、はい、ピカソの独特なこの感性というか、はい、そういったものがダイレクトに伝わってきますね。はい、やはりピカソは好奇心旺盛だったそうで、このガラスという素材にもですね大変興味を持ったというふうに言われておりまして、作品も数点残しておりますね。へ、はい、よく見てみますとまるで人の顔のような。やっぱりそうですか。はい、ちょっと私の見間違いかなと思ったんですけど、ピカソが生涯描いていたテーマの一つでもございましたので、おそらくガラスでもこのように制作してはないかと考えられますね。他にも様々なピカソ作品があるので、ぜひ実際に行ってみてください。てか熊井ちゃん、ガラスの森美術館でしか見られないアジサイ忘れないでよ。忘れてないですよ。これがアジサイですか。そうです。すごい綺麗。あ、ちょっと近くで見ると本物のアジサイかと思いきや、これはクリスタル。そうです。オルテンシアと言いまして、はい、オルテンシアはイタリア語でアジサイを意味する言葉なんですが、はい、実はクリスタルガラスで作られたアジサイなんですね。うわー、すごい綺麗。クリスタルガラスのアジサイオルテンシア、一株あたりおよそ500ものクリスタルが使われています。このアジサイ園で合計するとおよそ1万5000個。すごいな。つらくこの箱根ガラスの森美術館でしか見ることができないと思います。じゃあこの時期ならではの。そうなんです。やはりこのアジサイの時期だけということで、はい、こちらでは展示を行っておりまして。超レアなアジサイを楽しんだ熊井ちゃん、ティータイムでほっと一息。いいな。おおしゃれ。いいね。フルーツティー飲みたいな。めちゃくちゃ美味しかったですよ素敵。ちょっと海外にいる気分になってます。おじさん、グラッツェ。楽しかったよ。おじさん、グラッツェ。最後に思い出作り、オリジナルガラスグッズを工房で作りましょう。こちらはどういった体験ができるんですか。はい、フュージングといって、こういうガラスの板にパーツを組み合わせていただいて、はい、でこっちの釜で焼いて一つの、ガラスにするという。大きい板とちっちゃいパーツで。ちょっとさっき素敵なアジサイを見てきたんですよ、はい、なので
ちょっと私も紫陽花を作っていいですか。はい、ぜひ作ってください。うわこれ細かい作業ですね。これね、はい、ピンセットで、はいはいはい、糊をつけてからピンセットで乗せていくの。乗せていくんですよ。すごい。パーツは決まってるのであとは好みで乗せていくだけなので、立体的に、ね、はい、どうなんだろう。やっぱ梅雨なんでね、今日は晴れてますけど大雨にします。わかります、めっちゃ手触れてる。塚田さん、はい、できました。さあそして最後に、うん、こういった金具をつけてアクセサリーにできちゃうんですよ。はい、完成はスタジオでご覧ください。うわ楽しみ。はい、ということで完成品がこちらです。すごい素敵、はい、あ想像以上、いや上手じゃないですかもっとドロッと溶けたのが来るかと思ってた。すごい、はい、横飴と紫陽花です。いや素晴らしい。なんかグラデーションもすごい綺麗だし、うん、いいね、こんなにできるんだ。我ながらいい感じにできたなって思って、大雨ってどうかなと思ってあの、ね、この体験はですね、うんうん、あの完成までに70分かかるので、はい、1回体験した後に、うん、あの70分の間に館内を見て楽しむっていうのが一番効率がいいやり方かなと思うので、ぜひ行ってみてください。そしてこのブローチをですね、視聴者の方にプレゼントしようと思います。これは嬉しいと思うよ。応募方法は番組の最後にお伝えしますのでお楽しみください。いやすごいですね、あまりにもこう立った時大きかったんでびっくりしなかった。イタリア人もびっくりした。そうですね、歌うの忘れてましたからね。びっくりしちゃってね、本当にもう。さあということで、紫陽花の穴場スポット箱根ガラスの森美術館紹介しましたが、最後はこちらですね。はいはい、関東屈指のパワースポットといえば、うん、箱根神社が有名なんですけど、今回おすすめするのは、うん、芦ノ湖畔にある九頭龍神社です。はい、どうぞ。芦ノ湖に来てます。さあ、縁結びで有名な九頭龍神社で例祭が行われるそうなんです。なので見てください、この行列。いやー、やっぱ恋愛成就と言われるだけあって女性の方が多いですね。お、すっごい奥まで並んでますよ。うわー、まだ並んでる。すごい。この日は1000人を超える参拝者が船に乗って芦ノ湖の湖畔にある九頭龍神社の本宮に参拝しに行ってました。では乗船券買いに行きたいと思います。すいません、お願いします。1500円となります。ちょっと預かりします。はい、ありがとうございます。おすごい。そして、はい、どうぞ。ありがとうございます。すいません、これは何ですか。こちらあの湖に巻く悟空。じゃあこれ最後あのお供えするのに使うんですか。はい、湖で、はい、湖、はい、ありがとうございます。だそうです。しっかりとお願い事してお供えしていきたいと思います。あの遊覧船に乗って九頭龍神社に向かいます。はい、お願いします。行ってきます。あ、結構大きな船。わあ、真剣に乗り込みたいと思います。およそ20分船に揺られて九頭龍神社本宮を目指します。お参りだけじゃなくてクルージングも楽しめちゃう。いやー、いい景色。目の綺麗ですね、めちゃくちゃあ、ちょっと楽しそうな方々がこんにちは。こんにちは。皆さんお友達同士ですか。はい、あ、はい、あ、仕事仲間です。あ、お仕事仲間で今日お休みですか。はい、お休み取らせていただきました。じゃあ有給を使って目的は奥さんの方に知っていただけるようにと思って、はい、前回11月にも来て、はい、あのその後に引き寄せがあったので、またみんなで今日参りました。今回2回目ってことですか。お礼を兼ねて。あ、はい、そうなんですね。恋愛系の絵をどうしても求めがちですけども、はいはい、ちなみにそちらの方は、みんな結婚してる。失礼しました。すいません、私だけでした、恋愛を求めては。はい、こんにちは。すいません、九頭龍神社に
来る目的は、なんか一個とあったらいいなって彼氏が欲しいとかですよね。そうですよね。ちなみに好きな男性のタイプは、好きな男性のタイプあ、さっぱりした顔のいい人がいい。あ、イケメン好きですか、もしかして。そうですね。どうですか、お酒強い人。おそこ基準ですか、ちなみに。割と。あ、そうなんだ。よくお酒飲まれるんですか。飲みます。あ、じゃあ九十九神社でしっかりと参拝してお酒が飲めるイケメンさん、お待ちしてます。さあ、船が到着しましたよ。さあ、ちょっとこうやって見ると森の中にあるということで、まだ見渡す限り神社が見えないですけどね。どこにあるんですかね。楽しみです。ちょっと私方向音痴なんで、きっとみんなについていけば。ちなみに、はい、こちらの箱根九頭竜の森を抜けて神社まで歩くんですけど、はい、この静かで緑がいっぱいな感じがすごく落ち着くんですよ、うん、もう歩いてるだけでパワーがビシビシと感じられました、うん、パワースポットですよね、はい。いや、見てください、すごい人の数。わあ、もうこんな人だかりを見るのちょっと初詣ぶりぐらいですよ。ちょっと想像以上に驚きました。箱根神社中興の僧満願上人が、かつて芦ノ湖に住み人々を苦しめていた毒竜を、箱根狼の霊力を授かって調伏し、芦ノ湖の守護神としてお祭りした箱根九頭竜神社は、開運流星はもとより今では縁結びの最強スポットとして女性を中心に人気になっています。次にマグシ拝礼者。さあ、お参りも終わったので、神社といえばあれやりますよ。ちょっとおみくじを引いてみたいと思います。これにしよう。じゃん。見てください、大吉でした。あ、ありがとうございます。大吉でした。よかったね。なった、ありがとうございます。あんな、もうなんかもうご利益あった気がする。すいません、聞いてください。きっと私の後なんで、いい気が、はい、いい気が入ってると思います。ありがとう。さあ、大吉のご利益があるうちにすかさず湖へ行ってまいりました。はい、これを湖に捧げて九頭竜様にお願いをするんです。なるほどね。はい、しっかりと願い込めてきました。こちらを投げてお参りしたいと思います。よし、九頭竜様お願いします。えい、素敵な人との素敵な未来が待ってますように。九頭竜様お願いします。九頭竜様の頭にバチバチバチって、すごい、ね、まさかのオーバースローというね。ちょっと気合入りすぎましたね。すごいですよ。でもなんかいいことあった、うん、いや、もう毎日ハッピーに生きてます、うん、それが一番、それが一番ですよ。毎日ハッピーですもん。行っても行かなくてもいいんじゃないかっていう、それだと思う。ぜひ行ってもらいたいですよ。年に1回なんだよね。あの、6月以外にも毎月13日に、うん、あの月並み祭っていうのが行われているので、うん、そこだとあの参拝とかもできるので、はい、そうか、ぜひそちらに行って もらいたいなと思います、はい。詳しいことはあの箱根神社と九頭竜神社のホームページをご覧ください、うん、さあ、ではですね、はい、ここで特別プレゼントの応募方法です。素敵なやつ、ルールお願いします。はいはい。さあ、熊井ゆりな特製アジサイのガラスブローチ、うん、番組視聴者の方1名にプレゼントいたします、うん。ご希望のプレゼントをお書きの上、ご覧の宛先までご応募ください。締め切りは7月5日金曜日までです。ということで、以上リピーター続出箱根特集でした。